火をつけろ、燃え残ったすべてに絡めて、おばさんじゃん。いや、お姉さんな。ビシ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。さあ、今日は DLC 第1弾ボスのフリーでやっていきましょうか。前回ゲール G からゲットした黒き魂の地位やったっけ、あれをね、お嬢様に渡すことができるんやけど、まあそれはフリーでやった後でいいやろ。ほんで、フリーでが最初登場する時のムービーがあるんですけど、生配信でやってた頃に見ちゃってるんやったかな、確か。まあそういう都合上ちょっと流れないんで申し訳ない。やりましょうか。なぐいや、とりあえず残り火はね、無駄にせずに行きたいね。修道女フリーで。まあなんだかんだ言うてね、ダークソウルというかフロムゲーは、どこだ？どこだ？やめんかい！フロムゲーはね、男性より女性が強いからね、このゲーム。正直ゲールより苦手。しかも第三形態まであるっていうね。見えてるよ、お姉ちゃん。第三形態まであって、第三形態が一番強いからな。ゲールみたいにゴリゴリ殴り合うタイプじゃなくて、割と絡め手を使ってくるタイプやから、そういう点でも結構苦手。この辺にいる。どこだ？いた。危ねえな。第一形態でちょっと持ってかれすぎてんな。じゃあかん、もう、雑プレイが、初手から。体調悪いんだ、俺。体調悪いんだから、ちょっと手加減しちゃってくれてもええんちゃう？ミリ耐えるのやめろ、お前。トリマンお疲れやけど。かなり持ってかれたな。アリアンデルってこいつ結局何者なん？うわぁ！浮上以外の選択肢などない！怒ってる怒ってる。怒り方狂気感じるわ。アリアンデルは確かね、この絵画の世界が焼かれへんように火を封じ込めてたんやけど、まあ、火を解き放っちゃったよってことやろ？確かそういう感じ。621、火をつけろ。燃え残ったすべてに。ここぶっちゃけアリアンデル単体でよかったやろ。文句言うな、文句。なんで複数ボスになるんだよ。HP な。HP は共有やし、出血に弱いあれがあったはずやから、そうか、後ろは冷たいのか。ここで一気に戦技を使って、出血で沈める三段。ほころび刀で十分火力は足りてますな。危ない。クロスバイツ回復してる、この人なんか知らんけど。いや、戦技強っ。ここでゴリ押しでいいじゃん。さあ、ここからが本番だ。やはり君には、灰には火がふさわしい。黒い炎のフリーデ。エルフリーデじゃなかったっけ？こっから強えんですよね、そう前に来る。黒煙、元祖黒煙。絡めても使ってくるし、殴り合いでも余裕で強いっていうね。おら、三発。俺はまだ勝てるつもりでいるぜ。黒煙、黒煙、黒煙。これ掴みやな、多分。いいよ。いや、勝てんじゃねえ、マジで。いや、抜かるんじゃねえぞ。抜かるんじゃねえ。来るぞ。前に来る。よくろ。俺。全然いけるじゃん。こんなんやったっけ？いや、そんな、あ、またジャンプ暴発？やめてください。さすがにここで勝てちゃうなんてことないんじゃないですか、姉さん。いや、なんでだよ。詰めてにゃ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 。いや、これ勝てるんやったら勝つぞ。勝てるんやったら勝って、もうラスボスまで行くぞ今日。やめるんけい。いや、なんでだよ。第一形態で消耗しすぎや。あ、せや、俺ロンドールの王やったな。さあ、集中しようか。ここから何してんねん。ちょ、もう死にたい。殺してくれ。死にたい。バージル。俺はバージル。俺の魂はこう言っている。もっと力を。残り火使わせていただきます。秘めたる祝福なかった。あるやんな。もう使おう。FP 回復入れといて。お前には火がふさわしい。それも特上の黒煙がな。いや、それ近くやって当たっちゃうか。これ負けれんぞ。負けれん。絶対負けれん。おー、飲め。たくさんやってもうた。もう、なんだこれもう。スーパーディレイやめろ。いや、やべ、全部もらってんじゃん、お前。途中まで流れ完璧やったのに全部もろとるやんけ、お前。いやー、最悪。全てお前のいいようにされてるじゃん。硬くはねえんだこの人。なんなら千切りだいぶ削れると見ているんだが、ちょっとぐらいもらっとけよ。いや、やばすぎ。よっしゃ、いいよ。いや、よくねえだろ。全然よくねえよ。絡めて、おばさんじゃん。いや、お姉さんな。おー、詰めろ。俺はまだ勝てるつもりでいるぞ。戦技が強いね、やっぱり。ほころびガターナ。こんな後出しじゃんけんじゃん、お前。
究極な後出しじゃんけん。あー終わった。さようなら。モーションがガチ苦手すぎるんよ。けどまあ5個ぐらい S とあったら多分硬さ的にはいけるんですよね。おしょうもない今の。はい、ためが長すぎる。判断が遅い。ここクソ、もうこれやばすぎる。絡めてかやべ。現状ちょっとブー悪いから、あの残り火は使わずに行きたいね。ガチでも勝てるってなったらダメ押しで出そう。来るんじゃねえバカタレ。ちょ何やってるこのジャンプ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 暴発。エルデンでジャンプを別のボタンにしたらマジ A 弾。くっそ最悪。おまたじゃん、同じ負け方してんじゃん。第2形態で負けんのがいっちゃんしょうもないって。鼻つき緑化速を、スタミナ回復速度あんま変わらんくないこれ。上限値あんのかなこれ。実は上限値がある可能性あんな。てかあるかさすがに。おいおいおい、ガチしょうもないしょうもない。あしょうもな。闇おぼろ防ぐものなし。闇おぼろじゃないけど、ここでまあなんとか巻き返しはしたか一旦ね。いや絡めて絡めて絡めて、お化けじゃん。絡めて女やん。これ一応バクスタ通りやんな、第3形態も。いやバクスタなんか狙おうとすんなよ。えびし。バケモンバケモン、どこ行った。もうこれ消えるのやめようぜ。もうやめろやめろめろめろやめろめろ。いやーこれ耐えるか。のじょう、耐えてゆくが。これもう無理じゃん。直剣に変えようかな。直剣のがまあ単発火力は出るわ。あの闇が通ってなかった可能性はある。一応ロンドール勢力やから。この人ゲール G みたいに正々堂々正面から来るやつが好きだよ。なんやこの壁、なんかめっちゃ弾かれんねんけど。ふざけんな。黄金松ヤーニ、黄金松ヤーニ使って500、火力は出ちょるよ。決めようこれ。あ決まらんか。お疲れ。よっしゃ、だいぶ残しはしてる。延茶する暇あるかこれ。延茶する暇くれると。この辺にいるやろ。何や、こいつも最悪。おい、消えるのマジゴミやってお前。全く困った子猫ちゃんだよ、お姉さんは。いや、決めれるタイミングがあった時に、うわ、もう最悪もこれ。もううんち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 。技運の問題やな。フリーデとはギャンブルでやる。サクッといけるときサクッといけるんよな。で、トゲチョク持ってきました。トゲチョクに延茶して、これで奴を沈めよう。くんなフリーデ。おめえの相手は後でしてやるからな。おめえの相手は後でしてやるっつってんだろ。この辺からか。延茶かけ、大陸かけ。奴を逃がすな。ここで結構ダメージ取れたんでかいな。これ勝ちます。もう勝ちます。あ、そうか。この後ケツじゃん。あ、めっちゃでかいめっちゃでかい。これ残り B ももう使うぞ、俺。だから、ジャンプ!週刊少年ジャンプよ。待って、ケツもらう。はい、ケツいただきます。ありがとうございます。女性にケツとか言うとあかんけど。それ飲んでりですが。もうしょうがない、これ戦いやから。それはもう女性のケツぐらい掘ります。あー、またジャンプだよ。もう なんだこのジャンプは。消えるのやだわ、ほんとに。今。よっしゃ、でかいよ、今の。ここでかい。短いんじゃ。ロングソードとか言うてるけど短いんじゃ。ロングソードもうちょっと長くしよう。ぐえーでも大丈夫。いけるかこれ。やめろ。しょうもないことすんなよ。あいったと、なんやその終わり方お前。邪魔ー邪魔ー。終わり方のしょぼさなんなん。おい、ソウル入ってこ、あ、入ってきた。7万2000、絶対もっともらっていいじゃん。ソウル読もうぜ。アイコンかっこよ。一人目の灰として絵画を訪れたフリーデは、だが恐怖とともに火ではなく鎖を選んだ。腐っちまったか。お嬢様火事やから逃げな。黒い魂の血あげるわ。ありがとう灰の人。これで私は世界を描きます。いや逃げろよ、まずまずこっから逃げろ。あなたの名前を教えてくれ。名前は何にしようか。名乗る名などありません。わかりました、あなたも同じなんですね。ではこの絵には灰の名をつけます。ずっと寒くて暗くてとっても優しい場所を、きっといつか誰かの居場所になるような。これが実はエレミアス絵画世界っていう話もあったりすんねんな。画材壊してもうてごめん。もう絵描けないね。これが実はエレミアス絵画世界になるっていう話もあるんやけど、なってくると時系列狂うんよな。ただダクソの世界は時系列狂ってるから、ワンチャン成立はするんですよ。はい、ってなわけで、じゃあとりあえず今回はこんなところで、今回も最後までご覧くださった皆さんどうもありがとうございました。ってなわけで、See you next time、 次回まだ遊びに行ってな。ほな。